かぼちゃには食物繊維がたくさん含まれています。これはなんとなく想像できますか？食物繊維を詳しく見てみますと、不溶性食物繊維より水溶性食物繊維の方がやや多く含まれているのが特徴です。食物繊維は第6の栄養素と言われ、便秘の改善、コレステロール値を抑制するなどの効能があります。また、かぼちゃに多く含まれている水溶性食物繊維は、血糖値の上昇を防ぐ効能や、腸内の善玉菌を増やす効能があり、腸内環境を整える働きがあります。次回は、かぼちゃに含まれる眼精疲労や目の病気の予防に効果がある栄養素を紹介したいと思います。